それでも高田くんは泣き止まなかったので、私たちは手をつないで帰りました。少しだけ遠回りの道を選んで、街灯の明かりをたどるように、迷わないように、私たちの帰り道を見失わないように。私はすごくドキドキしていたけれど、高田くんはどうだったんだろう。